こんにちは。This is Jasmine from the Nail Room. Today, I'm gonna do a geometric triangle nail art tutorial.ベースコートを硬化した後、ハイビスカスピンクを一度塗りにしていきます。硬化した後、二度塗りをしていきます。硬化をした後、ブラックで三角を描いていきます。今回はアンギュラーブラシを使いましたが、細筆を使っても良いです。4つから5つのそれぞれ違う向き形の三角を描いていきます。しっかり色がついたら硬化し、シャドウグレーでブラックの上に重なっても良いので、同じようにバランスを見ながら間に三角を描いていきます。シャドウグレーを2度塗りし、硬化した後、3カラーで同じように三角を描いていきます。タンカラーを2度塗りし、硬化した後、トップコートを塗ります。今回使ったのは、タイニーゴールドメタルスクエア 1.5mm です。こちらの3粒を爪の根元に少し間隔を空け、置いていきます。こちらの商品は、inthenailroom.com で購入できます。
硬化をした後、トップコートを塗布し、さらに硬化をさせ、拭き取ったら完成です。So there you have it, a geometric triangle nail art tutorial. Thank you for watching and don't forget to subscribe to the Nail Room.